ようこそ、データサイエンス研究所へ。はい、えっ、ー、と、今回はですね、HTTP メソッドとリソースについて解説していきたいと思います。はい、えっ、ー、と、今回ですね、3回目、まあ、HTTP メソッドですね、まあ、ゲットリクエストとか、ポストリクエストとか、そういったやつとリソースですね、まあ、あの、パスのルーティングの設定についてやっていきます。で、まあ、やることとしては前回と似てるんですけど、まあ、こういうこともできるよねっていうやつの、まあ、幅広い紹介をしていきます。 ま、要は、ゲットリクエストを送った場合と、ポストリクエストを送った場合と、まあ、違うパスで送った場合とかで、どういうふうにデータのやり取りをするのかなっていうのを今回やっていきます。で、流れとしてはこんな感じですね。前回と同様の流れです。今回の流れ、ラムダ関数の作成、で、API ゲートウェイとラムダ関数の連携、で、最後に Python でテストの流れで解説していきたいと思います。 データサイエンス研究所はいそしたらですねまず今回の流れで AWS アーキテクチャを見ていくんですけど前回と同じアーキテクチャをやっていきますただですね今回リクエストがゲットだけじゃなくてポストプットパッチデリートを全部に対してやったり、まあ、ユーザーっていうパスを追加したりあとはこの ID っていうまああれですね実際にこのデータパスを使ってデータをあの開け渡すクエリーじゃなくてあのそのスラッシュの後にデータを入れてあのあげる渡し方について解説します はい。で、ソースコードなんですけど、まあ、前回同様ですね。まあ、今後、この GitHub 上を使います。GitHub のデータから、こうですね、コードのダウンロードジップでダウンロードして、それを VS コードで開いてください。はい。で、VS コードで開いて、これですね、今回使うのは、この02のリクエストパスっていうのと、前回と同じ、この requirements.txt をまあインストールした環境、仮想環境を作って、この test.py で、ま、テストするっていう感じですね。で、この readme ファイルに従ってやっていきます。 はい。それでは今回の流れですね。Readme ファイルの中身を見ていくんですけど、まずこれですね。AWS のサービスでラムラ関数を作成します。で、次に API ゲートウェアを作成するんですけど、まあ、あれですね。Get, Post, Put, Patch, Delete。まずメソッド全部作成して、で、リソースの追加ですね。ユーザーっていうのを追加して、次に URL パラメーターっていうのを追加します。まあ、あの、パスを使って、まあ、URL を使ってデータを渡す、あの、やり方ですね。で、ラムラ関数の内容はこんな感じになってます。はい。 あの、実際に見てみると、ま、あの、前回と似てるんですけど、ま、これですね、レスポンスの部分、ま、ここの下は全部一緒です。はい。あの、エラーしたら、ステータスエラーにして、ディテール数にエラーを吐くようにして、で、ステータスコード500。で、ステータスコードとボディを返すようにしてますと。で、これレスポンスですね。レスポンスを返すようにしてて、エラーの場合はこのエラー内容。で、正常の場合は、これですね、ステータスにはサクセス。で、ここでクエリデータパラムスっていうのを、 あの、上げてます。これは、リクエストによるデータの違いを表してて、まず、イベントドットゲット、クエリーストリングパラメーターズっていうのは、ゲットとかデリートで、クエリパラメーターっていうのを上げて、渡したときですね。に、あの、イベントで取るときに、ここにデータが格納されます。はい。で、このドットゲットを使うことによって、このデータがあの入ってなかったら、ノーンっていうのが返されます。クエリーに。 で、データの項目には、getBody で。で、これはポストとかプットとかパッチで、あの、JSON 形式のデータを渡した場合に、あの、ここに表示される内容ですね。Body に、そのデータが格納されると。で、パラ r スのやつは、あの、パスパラメーターですね。あの、さっきのやつで設定したパスパラメーターはパスパラメーターズ e t e r s でイベント、event.get で取ると。まあ、要は、getDelete で送った場合は、イベントのこのクエリストリングパラメーターズっていう項目にデータが行って、 ポスト、プット、パッチとかでデータを送った場合は、ボディという項目。で、あのパスパラメーターで送った場合は、このパスパラメーターズっていう項目に、このイベントのですね、各項目にデータが格納されるので、それを確認するラムナ関数になってます。で、続いてですね、あの、Python のテスト。まあ、これは前回同様ですね。まあ、この、さっきの URL に、まあ、あの、ゲットリクエスト、ポストリクエストとか、プットリクエストとか送り、送りまくって、それによる、 さっきのイベントの違いですね。イベント .getPassParameter とかで、まあ、どのデータにデータが入ってて、どのデータにデータが入ってないのかっていうのをリクエストごとに確認することによって、まあ、実際のデータのやり取りを把握できるっていうあのテストになってます。 はい。それじゃあですね、実際にラムダ関数作成していきます。はい。マネージメントコンソールのラムダからラムダ選択してもらって、関数の作成ですね。で、適当に名前とランタイム。まあ、ランタイムは Python の3.11でやります。3.11ですね。で、アーキテクチャそのままで、デフォルトの実行ロールなんですけど、これについては、あの、前回使った既存のロールですね。既存のロールを使用して、あの、ここから前回作ったやつを、あの、やってください。はい。で、 この前回この新しいロールを作成したんですね。ラムダ関数を作るときに。で、毎回これを選択すると、ラムダ関数作成するたびに、どんどん新しい、まあ、全く同じ、全っく同じっていうか、まあ、名前とかは違うんですけど、同じ設定の I am ロールがどんどん作られて意味がなくなってしまうので、この既存のロールを使用するで、まあ、前回作ったやつを、あの、やります。まあ、もしくは前回ラムダ関数とかを消去するのと同時に、IAM、I am、 のところ行って、ロールのところ行って、その対応するロールですね。まあ、前回作ったロールを消去すれば、まあ、あの、もう一回新しいロール毎回作成してもいいんですけど、まあ、要はロールも一緒に消さないかったら、この既存のロールを使用する。まあ、すでにそのロールが作成されている場合は、ここを選択してくださいと。で、ここから選択できます。はい。こをクリックして、いろんなのを選べます。いろんなのっていうか、まあ、自分の作ってるやつの中から、好きなロールを選べますと。で、関数の作成で作成していきます。 で、実際に作成されたら、こういう画面になるので、このコードですね。コードの部分に行って、あの、元々書いてあるやつを自分のコードに、まあ、あの、さっき説明したやつですね。いろんなデータを見るコードに変えてもらって、デプロイで実際に変更を適用させます。はい。そしたらですね、API ゲートウェイとラムダ関数の連携で、実際に API ゲートウェイ作るんですけど、まあ、API 検索してもらって、ゲートウェイのところに行って、これですね、この画面になるので、この API タイプを選択のところで、REST API ですね。あの、構築してもらって、で、 レストの新しい API で適当な名前考えて、あの、作成、API の作成を押してもらって、こういう画面になります。はい。で、ここからが特に前回と違う部分ですね。まあ、さっきのラムダ関数の内容も、内容自体は違ったんですけど、やってること、作ることとか自体は、あの、手順が一緒でした。で、今回はこのアクション言ってもらって、メソッド言ってもらうと、まずゲットですね、を作成しますと。で、これ前回やりました。はい。ここチェック入れて、ここにサンプルファンクションを選択すると。 で、これを同じことやります。はい。アクションを押してもらって、メソッドの作成を押してもらって、で、ゲットじゃなくて、まあ、あの、ポストとかプットとか選んでもらって、で、同じですね、サンプルファンクションのラムダ関数。もう手順一緒です。とりあえずこの5つのメソッドを作ってください。はい。ゲットと同じ手順で。あの、このアクションでメソッドを選択して、その時に選ぶやつがゲットかポストかパッチかの違いで、 設定自体は一緒です。まあ、要はチェック入れてサンプルファンクションってあの入力すること自体は全部手順一緒なので、まあ、この5個のメソッドを一気に作っていきます。はい。で、あの、もちろんサンプルファンクションですね。さっき作った関数に連携はさせています。で、次にですね、パスですね。パスについてやっていくんですけど、このリソースの作成の部分を押します。で、ここにリソース名とリソースパスっていうのがあるんですけど、ユーザー、どっちにもユーザーって入れてください。 で、一応、まあ、コルス処理。まあ、これどっちでもいいんですけど、チェック入れておきます。はい。で、このユーザーに関しては、まあ、このゲットとかパッチとかやるときに、まあ、URL が与えられるじゃないですか。まあ、最後、なんとかなんとかなんとか、なんとかテストみたいな感じで与えられると思うんですけど、その後ろにユーザーっていう風につけるっていうやつですね。で、これリソースの作成で作成してもらって、まあ、こう大きくするとこんな感じですね。はい。リソース名とリソースパスにユーザー入れてもらって、チェック入れて、 リソースの作成やってもらって、で、このユーザーの配下にも、あの、アクションのメソッドでゲットリクエストを作ります。これもサンプルファンクションと結びつけてください。はい。なので、ま、ルートのパス行ったら、このゲットが、このルートのパスでゲットリクエストを送ると、こっちが、あの、実行されるんですけど、このルートのパスに追加してユーザーっていうパスをつけてゲットリクエストを送ると、こっちのゲットリクエストで設定したやつが使われます。 で、続いてですね、あの、同じようにリ,トリソース作るんですけど、このリソースパスの部分をちょっと変えます。はい。これが拡大するとこんな感じですね。このなんか変な、変な格好。あの、ここにちょっと説明書いてあるんですけど、このちょっとあの、先がとんがった格好に ID のプラスっていう風に書きます。はい。これで、パスに、なんか、パスの後ろに何かこう、値をつけると、この ID っていうデータで、 あの、データが得られます。はい。これパスパラメーターって言うんですけど、まあ、これでリソースの作成をします。そうすると合計でこれ5つのリクエストと、あとこれユーザーと、あとこの ID のプラスに関してもゲットリクエストを設定してください。はい。これ1、2、3、4、5、6、7通りのアクセスの確認を後でします。はい。要は各リクエストを送るのと、 あの、URL の後ろにユーザーって付けるのと、まあ、ユーザー以外のなんか値を付けると、それが ID として、ま、取られるっていうやつですね。それを、あの、実際にテストで確認します。はい。そしたら、ここまでできたら、アクションの API のデプロイ行ってもらって、で、ステージ、これテストですね。テスト、テスト、テストって入れてもらって、デプロイをしますと。そうすると、ま、こういう URL が得られますと。はい。最後、テストになってますね。はい。こういう URL が送られてくるので、これを元にテストを行います。 はい。そしたらですね、この関数の内容を見ていくんですけど、まずリクエメントキスト、Requirements r e t これ前回と一緒です。Request だけ使います。はい。で、Test.py の内容はこんな感じになってます。まず、インポートですね。3つぐらいして、APIURL はこれですね。さっきの URL をコピペしてください。で、データには、キー1、バリュー1、キー2、バリュー2を与えますと。で、ここに Response Function っていうのを使います。これは、 レスポンスに対して URL とステータスコードとレスポンスとあとこの点々点々点々っていうのを返す関数になってます。はい。でですね、あの、http リクエストですね。まず、ゲットリクエストを送信します。はい。これ、プリントでバーってやって、ゲットですね。この request.get で APIURL とパラメータを渡します。 で、レスポンスファンクションでそれのレスポンスをプリントするようにしてます。で、同じようにポストもデータで送って、プットもパッチも送ってます。はい。で、これ送り方がちょっとこことここ違うんですけど、これデータイコールにして、この、あれですね、デクショナリー形式のデータを JSON 形式にしてデータで指定してもいいし、そのまま JSON イコールデータっていう風に指定してもどっちでもいいです、これ。ただ、だからポスト、プット、パッチ系は、 この JSON かデータでデータを JSON 形式で指定してて、こっちの GET に関してはパラムスであの、与えるデータを指定してます。で、それぞれのリクエストを送って、で、Delete も同様ですね。Delete も同様に .delete で、これあの、これは GET リクエストと同じようにパラムスで指定してます。はい。だから、GET と Delete とあとは Patch、Put、Post はちょっとこのデータの渡し方が違います。で、次にパスについてですね。まあ、リソースに関して言えば、 APIURL ですね。最初に設定した URL にユーザーって付けたやつ。で、あの、こっちはリクエストを送ります。ゲットリクエストですね。パラムスにデータ与えて。で、もう一方は IDURL で APIURL に1っていうのを後ろにつけてリクエストを送ります。はい。これでユーザーで送ったゲットリクエストの場合と、このパスパラメーターを付けて送った場合の返信もここで確認できます。はい。そしたら実際に確認していくんですけど、まず仮想環境ですね。 はい。作っていきます。バーって、ターミナルで実行して、作ってって、次に、これですね。まあ、02のリクエストパス、行ってもらって、で、Python3 のテスト .py って実行すると、まあ、さっきの結果が返ってきます。はい。まず、GetRequest の URL ですね。はい。URL は、この、後ろに、ハテナのイコールで、まあ、これ、クエリパラメーターっていうんですけど、GetRequest と、後で言うデリートリクエストに関しては、 パラムスで与えた項目はこんな感じでクエリー形式で後ろにデータが与えられます。で、ステータスコード200でレスポンスの内容はステータスサクセス。で、クエリーにキー1、バリュー1、キーにバリュー2があります。はい。これがまあ、クエリーパラメーターって呼ばれるやつだから、このクエリーでデータを得られますと。で、データとパラムスはもちろんノーです。はい。何も入ってません。で、次にポストで送った場合ですね。ポストに送った場合は、 これ、クエリパラメータがつきません。はい。つかなくて、で、レスポンスの方を見てみると、クエリには何もないけど、逆にこのデータの方に、この、与えたデータが入ってます。まあ、これはイベントドットゲット、ボディした方ですね。ボディをゲットした方に値があると。で、パラムスの方には何もありません。で、プットも同様です。はい。プットもポストと同様で、あの、後ろにクエリパラメーター付かず、このデータの部分に送ったデータが返ってくる。で、パッチも同様です。はい。 データの部分に返ってくる。で、デリートに関しては get と同じように与えてるから、クエリパラメータが後ろについて、で、レスポンスもこのクエリの部分ですね。クエリの部分にデータが渡されて、データとかパラムスの部分はノンになってます。で、次にですね、パスの方ですね。あの、ユーザーゲットした方ですね。これは URL のテストの後ろにユーザーでアクセスした場合ですね。まあ、これも別にあの、パスが変わるだけで、まあ、ちゃんとゲットリクエストできてて、 まあクエリーの方にデータがつく。まあ、ゲットリクエストだからクエリーでデータのやり取りをしますと。で、次に ID をつけたやつですね。まあ、この URL の後ろに1っていうのをつけてやった場合どうなるかっていうと、まあ、これもクエリーのデータ与えてるので、クエリーにデータがあるのはもちろんのことなんですけど、この、なんかあの、変な括弧とんがった括弧に ID プラスってつけた場合は、こんな感じでパラムスのところにデータがいきます。はい。 で、こうやってデータを渡す方法も、まあ、パスを使ってですね、データを渡す方法もあります。はい。そしたらですね、あの、今回、あの、さっきのでもチェックはおしまいなので、まあ、あの、API ですね、使ったやつは片付けましょうということで、サンプル API デリートしたり、今回作ったラムダ関数を消去したら、後の処理はおしまいです。まあ、あの、ついでで、あの、あれですね、サンプルファンクションを作った時に、あの、出てくるロールも一緒に消しちゃっても大丈夫です。データサイエンス研究所。 はい。それでは今回はまとめなんですけど、今回は HTTP メソッドとリソースということで、まあ、ゲット、ポスト、プット、パッチ、デリートですね。それぞれメソッド、違うリクエストで送ったり、あとはリソースですね。パスの後ろにユーザーって付けたり、まあ、パスの後ろになんかデータを付けることで、それを ID としてデータを渡す方法なんかについて解説していきました。はい。いかがだったでしょうか ?HTTP メソッドとリソースについて。もしよろしければ、チャンネル登録、コメントぜひ,ぜひお待ちしております。それではまた。バイバイ。